はい、こちらがテイラーの、810番になります、結構古い個体になりまして、代理店に製造年確認したんですけど、おそらく89年製となります。まあ40年、まあ、30年か30年前ぐらいの個体なんですけど、あと後付けでエラルバックスのリリック搭載してます。で現行もかなり低い状態です。6弦で 2.5 で1弦が 2.1 ミリぐらいなんで、かなりいい感じのセッティングになってます。ボディのトップなんですけど、若干そのうっすらウェザーチェック入っております。はい、結構珍しい古い個体なんで、ご検討いただければと思います。よろしくお願いします。